子供に送った曲で、息子ソラシドくんって言うんですよ、吉村ソラシド。一回自分のバンドで台湾で聴いたんですけど、ノーティスも出ましたよね。最後に俺エアジャムで裏で会ったんですけど、岩木のこと心配してんだよねみたいな、弾き語りで行って、そのうちみんなと仲良くなったらバンドでまた来たいって言ってたんですけど、それがまあ全然仲良かったとかじゃないですけど、まあそれはそれとして、次コロニーオブメディテーションで、今年は年越しなんで、みんな残ってちょっと一緒に年越しましょう。もう一曲、ちょっと長い曲で僕ら終わりますので、じゃあ本当に今年はどうもありがとう、来年もよろしくお願いします。どうもです。
準備しといてください。